んばんは、ありがとうございます。こんばんは。はーい、はい、ということでですね、令和2年のですね、3月20日、時刻はですね、23時32分を、回ったところです。はい、本日もですね、ドクターラスカルツイキャスを始めさせていただきたいと思います。はい、イブラカタブラさんこんばんは、みどりさんこんばんは、カオルさんこんばんは。ルーティンはルーティンですか。はい、タモさんこんばんはです。はい、ミキさんこんちゃです。プチャさんコンティニューコインありがとうございます。こんばんはです。はい、あー、はい、ありがとうございます。いやールーティンって。はい、イエナさんこんばんは。はい、いやーもうね、いやーね、はい、あ、はーい、あ、リトモ先生を呼んでいただけるということでありがとうございます。キャス君ありがとうございます。ジョン・タイターがまた出現したあたり、世が乱れてるなと思いました。あ、ジョン・タイターね、うーん、ね、そうですね、さっさっていや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 、そんなね、うん、大丈夫ですよ。はい、ね、うーん、もう言うということで、こんばんは。はい、クラディスさんこんばんは。はい、あ、ミキさんこんばんはです。うん、そうですね、救急車呼ぶべきか困った時はね、シャープ7119に相談なら都営バスで散々聞きましたよって。そうですねうん、そうです、そうです。まあ今日はね、ちょっとあの小児の方にね、特化したお話をちょっとしようかなと思ってます。はい、お茶ありがとうございます。はい、ケツドラムダムツイッターで赤ちゃん相談室ってタグが流行ってます。あ、そうなんだ。へー、コロナの予言してましたよ。おー、すごいな。はーい、あ、カオルさんこんばんは。はーい、どこから来るって言われてもね、それはあれですよ、コウノトリさんが連れてくるんですよね。はい、日本語だったけど大丈夫か、日本語の予言って。うん、はーい、ということでね、はい、はい、コンティニューコインありがとうございます。はい、でね、これね、シャープ8000ってね、これあるじゃないですか。まああるんですよあるんですよ、あるんだよあるんですけど、これね、まあシャープ8000でかかるんですけれども、例えばね、携帯電話でかかんないっていうのがあったりするんですね。うん、ほとんど大丈夫になってるんですけどね、大体がね。ただね、今は大丈夫かな、今見た感じね、全部ね。うん、で、あとはね、一般ダイヤルのね、番号なんかも、この、リンクの方にね、載ってますんでね、ぜひそちらの方もね、使っていただければと思います。で、まあね、まあ、運用時間とかも書かれてて、まあ、運用時間もね、一応、まあ、昼間とね、それから、まあ、平日の昼間と、それから休日って、大体分かれてるところが多いです。はい。うん、はい、うち、黒ね、電話なんだけど、ダイヤル、回すんです。あ、うん、大丈夫です。大丈夫ですよ。ダイヤル回線も対応でちゃんとね、番号ありますからね。はい。うん。はいはい、ということで。あ、なさんこんばんは。お茶ありがとうございます。はい。うん。覚えてなくても覚えちまう。ね。はい。あ、フリエルさんこんばんは。はい。そう、コーティニーコインで、あ、じゃあ、じゃあ、コウノトリさんですよ、コウノトリさん。コウノトリさんが連れてきます。はい。ね。赤ちゃん帰りなのかわかりませんが、男の子が、おっぱいと叫ぶのをやめません。どうしたらよいですか？大阪府40歳女性。赤ちゃん帰りね。でもほら、男性ってのはみんなおっぱい好きだからね。おっぱいに始まってもね、もう生涯おっぱいだからね。はい、アンパンチってことでね。はい、フリルさんこんばんは。
はい、ね、布団の中でね、はいはいということで、はい、お茶ありがとうございます。はい、なんだっけ、あ、漫画コウノドリが好きです、ドラマも良かった、うんですね、なんか最終回とかね、なんかちょっと聞きましたけど、じゃなくてケーキありがとうございます。はい、うん、ラスカルが連れてこないんですね。そうだね、ほら、なんていうのかな、あれみたいなもんだよ、メーカーね、メーカーと、なんだろう、製造元みたいなね、何の話やねん。赤ちゃん帰りなのか分かりませんが、うちのほ息子、おっぱいおっぱいと叫ぶのはやめません。どうしたらよいですか。東京都60代。健康ですね。はい。おっぱいってことでね。はい。ラスカルが連れてくるかもってね。はい。そんな感じですかね。はい。ね、結構冬場だけじゃないんですけど、これ、とっさになるとね、シャープ8000をね、頭からね、蒸発する人が多いんですね。実はね。あ、リトモ先生、こんばんは。そうですよね。やっぱり叫びますよね。やっぱりもう、男はおっぱい大好きですからね。はい。ね。私も例外なく、ね。おっぱいは好きですね。いや、飲むんじゃなくてね、そういう話じゃないですね。冬場だけじゃなくても飲みますよって、そういう話じゃなくてね。はい。もうなぜかね、全然シャープ8000の話じゃなくて、もうね、タイムラインがおっぱいおっぱいになっちゃってますけどね。はい。はい。やっぱりね。はい。今は、保険会社や企業でも子供相談室や、救急相談室を設けてるとこもありますねって。そうなんですよ。今は結構保険会社とかでもね、企業運営でやってるとこありますね。はい。あ、休館センター勤務からお戻りということでお疲れ様でした。だいたい11時半くらいですもんね、あれってね。お疲れ様でした、本当。はい。ダスカル先生は動画でおっぱいもみ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 、ラチン、ラチン、ラチンってやってますよね。はい、どうでもいいんですけどね。はい。あれはね、ちょっと気分がね、もう目いってね、もうなんかもう嫌だーって思った時に見ていただくと、あの動画はね、もう最高に笑えます。はい、おっぱいがいっぱいね、おっぱいは平和の象徴、そうですね。はい、子供相談室、あ、むちゃくちゃ盛況先生ですね。そうですね。はい、ね、はい、あ、今夜少なかったんですね、よかったですね。結構ね、あれ、夜間外来、夜間救急行くとね、もうね、冬の夜間救急は恐怖ですよね。背中と手のひらこすりということでね。はい。で、まあ、この、おっぱいじゃないのか。シャープのな、8000なんですけど、本当にね、これ、もっと使い倒していいと思います。確かにね、場所によってはつながりにくいところは、あります。実際のところね。で、まあ、そんなに要因がいるわけでもないんだけど、どうしてそんなに要因がそこまで割かれないかっていう話。ムラがすごいんですよ。使われ方のね。で、これね、令和元年の5月1日現在の、まあ、運用状況ではあるんですが、24時間運用してないところが、まあね、秋田県、岩手県、山形県、それから神奈川県、高知県、ね、は、まあ、24時間運用してないんです。で、相談件数自体はですね、この、まあ、16年度から29年度のグラフを見ると、まあ、すごいね、一見伸びてるように見えるんですけれども、結構これ、なんですよね、なんていうのかな。昔に比べてはこうね、知られるようにはなったんですけれども、相談件数的に伸びてるけども、じゃあ中身どうかなって解析をしたときにね、結構これ、ね、
もう子ども医療相談じゃなくて、さっきちょっと出てきましたけれども、どちらかというとあのね、シャープの71、19の方ね、7119の方ね、うん、そうあ、そう、神奈川県24時間運用してるんですね。ああ、そうなんですね。ああ、一応ね、これはね、あの、あれです。厚労省のね、ホームページの方からだとですね、まあ、朝までは実施してないところで、神奈川県って出てるだけで、まあ、今はね、もしかしたらもう、すでに、24時間運用になってる場合があります。はい。うん。ね、誰が出てくれるんですか？ね、主要ですね、まあこれ相談出るのはまあ看護師さんとか、まあ、保健師さんとかという話ではあるんですが、実際はちょっとね、私もわからないですね。まあ、ただあのちゃんとですね、まあ、ガイドラインに沿ってやっているので、まあ間違いなくそのね、医療者が、対応していることは確かでございます。まあ看護師さんもね、あの資格持たれてる方とか、あとはね、これ都道府県によってはなんですけども、外部業者に委託って形ででしてね、取ってるところもありまして、まあその外部業者ってね、病院なんかも運営してる業者だったりしますんでね、あ、してないけど24時間運用始めてどうぞってことでしょ。そうですよね。そう、神奈川はね、必要なんだけど、まあ、ちょっとね、いろいろ難しいとこあるんですよね、神奈川県ってね。あの、ほら、あの、政令指定都市挟んでたりするんでね。またの間に突起物があります。邪魔です。取ってください。東京都3ヶ月男性、切り離せる仕様になっていません。いつ使うか、いつか使うので、乱暴に扱わないでください。東京都30代女性、よくわからないな。いつか使うって。はい、でね、まあね、この、まあ、相談件数は伸びてるんですけど、これ結構ね、まあ、正確な統計は取れてないですけど、結構同じ人が聞いてくるんで、そうですね。というのがありまして、まあね、一応事業報告というのがね、まあ、ここに上がってましてですね、まあ、概要の部分でこれを開いてみるとですね、まあ、どんな相談が多かったかなとかね、まあ、そういうのが出てくるんですけれども、まあ大体ね、これ似てるんです。相談内容がね、例えばですね、まあ、すぐ病院に行くように、まあ、進めなきゃいけないような、まあ、さっき言った、だから本当それこそ7119の代わりになっちゃってるやつですね。パターンが結構多めで、それからね、まあ、これ月も一緒だね。翌日に受診することを勧めた。これも一緒。何かあれば受診することを勧めた。だからね、結構ね、こういうのが多いですね。そう。で、やはりちょっと今確認したら、やはりね、一応ね、この相談ダイヤル、一応医師の助言という形で、まあ、ね、医者が一人、必ず関わっているようですね。はい。ちょっとこれちょっと言い切れないんですけどね。ちょっと私も確認したわけではないのでね。で、まあこれは今ね、お話ししているのが、北海道、埼玉、富山、岐阜、広島のね、これ5件の取りまとめのね、お話になります。相談件数全件6327件、ね、のデータからのものになりますね。はい。そう、コールセンターはね、まあどこもね、似たようとかありますよね。まあね。はい。人生相談ってわけじゃないんだけど、なんていうのかな。あのね、結構その、せっかくのこの、要するに、医療相談ダイヤルなんですけども、だから、ほら、成人っていうか、まあ、救急車呼ぶか呼ばないか迷った時のシャープ7119とね、ちょっと混同気味なのね。そう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 。だから、まあね、もうちょっとこう、うまく、使ってもらえたらなというところはあります。はい。で、まあ実際そのね、使い方でも全然ね、構わないんですけどね、お茶、
うん、パイオツ触りたい、垂れてなきゃ、いやいや別に垂れててもいいじゃないですか、うん、ですね、はい、というのがね、まあ結果分析とかですね、いろいろまあ出てまして、まあ載ってはいるんですけれども、ちょっとねこのサンプルデータがまあ5都道府県まあまあ 5道県かね、5道県と少ないのでちょっと一概には言えないんですけれども、かなり地域差があります。これ私冒頭が言った通りで、地域差があって、非常にねこう活用されてるところは活用されているんですが、活用されていないところがやっぱりあって、ムラがあって、その24時間運用してないってケースもありますね、うん、そうですね、うん、確かにね。あ、カカこんばんは。シャープ7119の病院案内は直線距離で案内しているんで地味に微妙やと、まあまあね確かにありますね、うん、はいね、まあね。あ、返信間違えたもしもし、すんごいなおい糸電話とかね、はい、ね、うん、まあまあそういう感じでね、まあ一応これまあ厚労省の出してるデータでね、まあ実際にはこれちょっとねやっぱりね、政府の集計ってちょっと古めで出てきます。実際のところその例えば全体的なその統計とかあるんですけども、それもやっぱりね多分最新が30年とか29年とかなんですよ。うん、で今もうあれじゃないですか、令和2年になっているんですけれども、やっぱり前年度としたって平成31年度なんですが、まあそれも出てない、まだ集計がされてないってことが多いです。だからちょっとね何ともね言えないところはありますけどね、うん、今はね、今現在のね状況はね、うん、道的に倍以上かかるところを案内されたし、地理覚えといてくれと、まあそれちょっとアウトだね、うん、今住んでるところで7119かけると、うん、ヒューゴスラビアに近いので、関所を通過するのが大変。あ、なるほどね。あ、なるほど、ヒューゴスラビアね。あ、なるほど、ヒューゴスラビアね、若さが欲しいって十分若いですからね、まだ若いですよ、うん、はい、そう、まだ若い、ほんとほんとその通りね、うん、そう、いきなり救急に来て待たされたり、逆に感染しないようにするために利用するのは、そうなんですよ。まあ、さすがだね、ほんとできる看護師だわ。うん。ほんとその通りなんです。そういうふうに、このシャープのね、8000は使っていただきたいんですね。結局ね、時間外の診療に、例えば来てもね、まあ、例えばその、救急対応している病院でも、特にね、大きすぎる病院に行ってしまうと、もともとの外来が午前中しかやってないケースが多いんですね。で、そうすると、やはりね、まあ、軽症だなって思われるとですね、やはり優先順位につけられますから、まあ、医者もね、そんなにたくさんしね、やはり小児科の医者もいるわけじゃないのでね、うん、そうするとね、やっぱり優先順位つけられて待たされちゃうんですよね。だからそれであれば、やはりそのね、まあ昼間の午後であればね、近くのクリニックに受診していただくか、まあもしくはね、そのね、時間外であればね、このシャープの8000にね、電話していただいて、やっぱり相談していただくとね、こういうことなくなります。その、救急で待たされてね、逆に感染してしまうようなことっていうのも避けられますからね。はい、あかねさんこんばんは。うん、うん、遠い目なんでやねん、うん、第一候補が一番遠いところだったそれはひどいね。うん、地図で調べてこっちで段取りしたからよかったそれひどいな第一候補が一番遠いって意味がわからん。うん、函館で7119して青森につながる感じかも。それマジであるんですか、そんなこと。あんなに距離あって、うわー怖いわ、うん、
そう、救急車は本当にね、一瞬争うのでね、119に電話しましょう。うん、本当そうです。はい。救急車の場合は本当ね、必要な時は本当に、119番全然していただいてね、構いませんからね。はい。うん。うちの急患センター、便利に使われています。そうね、結構、まあそうだな、うちもその傾向強いかな。どうしてあんなに待ってまで、軽症で受診をするのかなって正直思う。まあ今年はね、ほらインフルエンザそんなに流行してないですけど、まあね、でも流行はしてるんですよ。1超えてますからね。で、ね、まあ、待ってる間になんか違うもん感染しちゃうんじゃないかなとかね、思っちゃったりしますけどね。鳥取で一番近いスタバの候補が羽田って言われるみたいな。すごいな。あれ鳥取行ってきてませんでしたっけ、スターバックスね、今。はい。ね、僕も小児科で入って、苦節25年。そうだよね。救急だと強制的に病院決められるんで、助からない気がするっていうのが、ああ、よほどの救急だとまあ仕方ないけどねって、まあそうですね。でもね、一応、かかりつけを言えばね、まあそこで受けてくれれば、ちゃんとね、一応そこまで、運んでくれますよ、救急車。県外であっても。大丈夫なんですよ。搬送先がね、了承であればね。はい。子供が朝起きるとお腹が痛い痛いと言って学校行かないとか相談してもいいんですかね。まあいいと思いますよ。お子さん頭ごなしに怒るよりは全然いいと思います。ただね、お腹痛いってまあね、言うってことはやっぱりね、ちょっと一回受診した方がいいのかなとは思いますね、時間とってね。結構それがこう定期的とかだったりすると、まあね、本当精神的なものでね、ちょっとしたこう心のケアでね、なくなればいいんですけど、そうじゃなくて本当に何か内科的なものをね抱えてる時もあるので、その辺をね切り分けるためにもぜひ受診していただいた方がいいかなとは思いますね。はい。はい。カウンティー総合です。何？早く来てください。そうなるか。はい。はい。めちゃ爆睡してた。ご苦労さん、こんばんは。はい。心臓と脳の救急は、どうにも運が左右する気がします。そうだね。確かにね。例えばね、まあ、近所であるんですけどね、まあ、心臓の病院なんですけど、まあ、心臓とね、他のこういわゆる、ね、合併症があると受けてくれないからこっち来るとかね、いろいろあるんですけどね。脳もそうだね。合併症を起こしている可能性があると受けてくれないとかよくあるかな。オブラは高いのか、メモ。いや、そうなんだ。朝、お腹痛い、行きたくない現象はきついよ。大人だけど治療中。ね。なんかね、やっぱりそのね、神経性な IBS とかあるとね、やっぱりそっちもね、治していかないときついからね、ほんとね。熱性痙攣で救急車呼んで、かかりつけ医の小児科に搬送されることもあります。そうですね。熱性痙攣の場合はね、やはり落ち着いてでね、まあ大体救急車来る頃にはね、もう落ち着きかかってるんでね、そのままかかりつきにね、行っていただいた方がいい場合もありますからね。はい。ブラがマスクになる製品があったな。すごいな。はい。1丸とか、関丸とかは割と怖い。あ、そう。そうなんだ。へえ、わあ、例えばケツからサナダムシがガラーンと出ています。どうしたら良いですかとか。まあ
その場合はそのね、虫を持ってきてくださいって言われるかもしれないし、写真撮ってきてくださいって言われるかもしれないし、ね、うちの近くの病院は受診するならドクターヘリ飛ばしてくれます、多分。あ、なるほどね。ヘリか、どうなんだろうな。上下セットじゃないしな。そうなんですよね。まあ言えてます、はい、ね、校長先生にはお母さんが行ってやるから、学校行かんでよろしいと言ったら治りました。あー、なるほどね。そしたらあれだね、やっぱりこう緊張しちゃうんだね、毎朝ね。だその辺もこうね、まあ、学校行くことも大事ですけど、やはりその辺もね、こう学校と連携して、もしかしたらね、学校に何かそのね、理由があるのかもしれないし、まあ、単純にね、本人のそのね、気の使いすぎってこともありえますからね、まあ、その辺は連携して、うまいことね、こうやっぱり、お子さんのためになるようにね、お子さんにとってよろしい方向に行くようにね、していただいた方がなと思いますね。まあ、ただどっちにしてもね、小児科受診した方がいいかもしれないですね。お腹痛くなっちゃうってね、よくあるんですよ。お子さんはね。はい。ラスカルさんのビーツ魚の絵にしよう。やだよ。お、船だ、船だ。お、すごいすごい。あ、はい、チョコさん、こんばんは。頭痛い、どうした？私はお尻からこんなのが出ましたと言って持ってきたのは海中でした。海中とか、でもたまにいません？海中、幼虫を最近あんま見ないけど、海中結構見るような気がしますよ。まあ、サナダムシもあんま見ませんけど、海中は結構見る気がするの。家出ると、5分前とかにお腹痛くなった。そうね。そうそう、学校は行かなくてもね、そう、死なないからね。そうだね、命大事。そうそう、そしてついに家族で引っ越しました。自分の通勤距離が往復80キロなんて、辛い。お疲れ様です。ってことは片道40キロか、きついな。大人なのに子供みたいにお腹痛くなる。いやいや、それ大人子供関係ないからね。あるよ、そういうのは。写真ありますよ。あ、やっぱり。私もだいたい虫類、寄生虫類は取りますね。脳血管内科見てもらったら何も問題なくて頭痛が、あらま。そっか。結構ね、なんていうのかな、頭痛の原因ってね、こういろいろだからね。でもほら、頭にね、とりあえず、問題なかったら、まずはそこの部分は一安心だからね。はい。2009年にイグノーベル賞を受賞した、ベラがマスクになるというもの、製品化はされていないのかもしれない。おー、すごいですね。そんなのがあるんだ。ワイも電車で片道50キロ。なかなかきついですよね。私も似たようなもんかな。そんなもんだと思います。50はあるのか。50はないかな。海中、サーモン、生殖するからな。そうですね。でも、なんだろうな。まあ、いろいろですよ、原因。例えば、飼われてるね、ベッドからとかね。まあ、いろいろあります、原因は。ね。ラスカルさんのポークビッツ、本当はサナダムシ、ホットゲイ。はい、28分お知らせありがとうございます。はいね。なんでサナダムシ。そんな大きくねえよ。まあいいや。はい、頭痛治ったのってことで、頭痛よりも熱ですね。頭痛はそうでもないんだけどね、ちょっと喉もね、痛みがね、かなりきてるんで、ちょっと油断すると熱上がるかなって感じですね。にゃにゃ、海中、犬猫あたりかな、ね、そう、常駐とか、まあそんなとこです。そう、サナダムシ、ペコちゃん、こだけど、すげえ長いよ、そうですね。
真田もシワ長いです。うん、ね、本当引っ張っても引っ張っても続いて出てきますから、たまに切れちゃいますけどね、だいたい出てきますね。はい、返事がない、ただの既得虫のようだ、なんだそりゃ。あもうついにコビット、いやいやそんなことはないみたい、完全陰性だね、ただ喉へめちゃめちゃ腫れてるだけ、現中出たらギャー駆除だーだけどって感じですね。はい、電車ほっほあーそうそう、今ねすごいあれですよ、各地の SL 列車すごい空いてますよ。SL のランナーで今だぞってぐらいだから、空いてます。春休みに向かってね、SL ちょっと乗り行きたいなと思うんですけどね、近くにね結構いっぱいあるんですよ SL のね、乗り降り見たい、あそうなんだ、まあ、お子さんとかね連れて、まあね確かにこうちょっとね集団でこうね集まるところをねそう打つパシャ打つ、ね、そう SM じゃないよ SL ね、お客さんがみんな持ちで叩かれるの、あピシンピシンピシンってあんあんあんってやめなさいって、ね、そう鉄分大事ですよ本当ね、結構ねいいですよ SL 列車ね、今日家電量販店に行く用事があったけどガラガラで、そうだよねどこ行ってもガラガラだよね、だから逆に言うと今本当ガラガラだから、なんていうのかな、まあちょこっとねこうちょろっと行ってちょろっと帰ってくるような、そういうの行ってもいいと思います。そんなにこう今ねゴミっゴミ人がいるとこってあんまないからな、そうあーねあーそっか常駐ね、有効、なんだっけ、常駐はやばいよと、そうですね、はい、常駐はね結構ねいろいろいるからな。はーい、あかめさんこんばんは、元野良猫をもらって病院連れてったら猫懐中、猫はとびっくりしたことがありますね、猫懐中出ます、あと子犬もね猫懐中出るんですよ、そう子犬ね大人になると出ないんだけどね子犬の場合、ね、犬の場合はね、そう猫懐中子犬出るんです、はいね、ガラガラと思ったら足利じゃねえか、足柄、そうか足柄だ、足柄はガラガラだね、そっちまで乗っちゃったらね、ポークビッツ今キャンプが流行ってるそうですね、ああなるほどね、ほう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 、足柄駅は元最寄り駅、足柄2つありますからね、同じ名前なんですけどね、あれ乗り換えようとするとすごいことになりますよね、同じ名前だから近いのかなと思いきやね30分ぐらいかかりますからね、もっとかかるのかあれわかんないけど、なんかそんなのをやってみたっていう動画が見たことありますけどね、キャンプ楽しそうですよね、まあそんな時もね使えるんですよ、例えばキャンプで怪我したとかキャンプでちょっとお腹壊したとかそういう時もね、シャープの8000お子さんに関してはね使えます、だからもっとね使っていただいていいと思いますよ、病院に受診するときに目安になるし、あとそのね近くの病院がね分かんないケースってあるじゃないですか、でそういう場合もねなんていうのかな、病院の場所とかをね、教えてくれたりとかですねします、はいね、まあ医療機関のね案内ニーズも非常に多いということでね、やはりここにも書かれてましてね、はい、ゆるキャン、拍手ありがとうございます。キャンプでサナダムシやったらそれを燃料にすればええんと思う、そんな、キャンプいいけど出かけてまでご飯作りたくない、あ、にしるさんこんばんは、気持ちわかるでも多分おっさんはあれだろうね、そういう時にご飯作らないとダメなんだろうね、おっさんはねまあそういう時はね、お母さんとかね楽してね、お子さんがお腹痛いと言ったら男兄弟がいる場合は気をつけてあげてくださいね、ふざけ合って腹痛即入院ということもありますからね、 ありますね、
そう、小田急線の足柄駅からね、普天間線の足柄駅は1時間半ぐらいかなってことで、同じ駅名なんですけどね、あそこはちょっとね、魔の乗り換えですよね。まあ乗り換え駅じゃないんですけど、そもそも。ただ駅名が同じってだけで、全然近くもなんともないんですけどね。はい。深く言うと、作業できないのに、作業しなさいとか、ぐだぐだたくさん職員にしつこく言われたら、施設行く前に家でお腹痛くなり、トイレの住民でした。ね、そういうのあるよね。やっぱり、明け前、末前、なるほど。そうね。小田急は足柄駅が近いのは、大雄山線の、そうだね。すごいなんかマニアックな。ねえ、はい、スウェゼン食わぬ男の恥。そうなんだ。上げ膳下げ膳ね。病院のご飯はね。あれそうなの、多分うちは自分で取り組んじゃないかな。あ、まあもちろん取り行けない子はね、上げ膳下げ膳だけど。なるほどね。おまあな。まあとは言うもののな。一般病室はね、そうだけど、NICU はミルクだからな。関西民の Y、駅名は関西なら阪急なら。ああ、なるほど。どんくさいから看護師さんが。あ、そうなのね。なるほど。ね、はい。ということでね。まあ、本当ね、シャープの8000に関してなんですけども、これちょっとね、リンク、私今、つけた厚労省のね、シャープ8000のね、リンクあるんですけど、そこの中にこうね、いろいろこう、利用の状況とかって書かれてて、やはりね、まあ、このさっき言った地域差、それからね、問い合わせ時間がやっぱり夜の6時から11時に、に集中してます。でやっぱりですね、まあその時間に対してね、こう回線とかね、相談件数をね、増やしたりっていう対策はまあ必要だっていうのが書かれてます。あとはね、やっぱり3歳未満のねお子さんの相談が非常に多いそうなんですけれども、まあね、それ以上の年齢であっても全然これはもう相談していただいて構いませんし、さっきね、せっかく24時間対応しているわけですから、病院がね、普通にこうクリニックでもオープンしている時間であっても、まあね、その果たしてね、これは病院に行く必要があるのかな、ないのかなって迷った時はね、気軽に相談していただいてね、構わないと思います。ね、非常にそういう分析結果が出てますんで、でね、あとこの対応時間がね、やっぱりね、長いものと短いもので非常にね、あります。大体3分から5分で終わるらしいんですけれども、まあ、20分以上を要した例もね、0.4% で24例一応あったということで、まあ、相談対応にですね、長時間要する事例においてはですね、まあ、どのような特徴があるかっていうね、部分とかもですね、この辺も分析の方も、されてますね。なるべくね、こうね、その、なんていうのかな、金融内容を減らしたりとかね、することが本当はいいんでしょうけどね。ね、はい、そうね、今度ビッツヤスリに名前変わります。すごいな。アスクドクターってとこに月300円で登録すると専門医が20時間対応してくれるらしい。あ、アスクドクターね、アスクドクターはね、あんまりいいかな。あれはね、一応答えられる医者が向こうでスタンバイしてるわけではないんだよね。登録をしてるんですね。はい。横浜線、東海市場から富士急線東海市場は、2時間以上かかるかなって。いや、それは無理だよ。県が違う。ね。今度ビッツはヤスリに名前を変える。ヤスリか。海線か。東海千葉駅はバスの乗り換えとかで降りてたかな。お、意外といろんなとこ行ってますね。
あ、県は一緒か。そっかそっか、富士急のね。あ、そうなんだね。まあ、浦安から JR 浦安までは10時間。そんなかかんねえ。いくらなんでもそんなかかんないでしょ。大阪駅から梅田は5分かな。西梅田から東梅田は10分かな。うん、あれ、同じ梅田つけてると思えないぐらい、大阪駅の真ん中縦断しますよね。はい。新大阪駅の乗り換えは在来線から地下鉄までは10分。あ、そんなまで行けましたっけ？ね。うん。そっか、新大阪な。新大阪行くとすぐこう JR 乗っちゃうからね。あんまり考えたことないですけどね。はい。私が育児してた頃、こんな電話相談とかあったら嬉しかったな。那須でも自分の子供は別だという状況。まあそうですよね。1秒で終わり、ははは、と終わんねえよ。1秒の相談って何ですか？ね。はい。翌朝じゃなくて、2日後の朝に、腹痛で一旦学校行かされたけど、それでも痛そうに、前かがみしてたら、親が病院連れて行く、迎えに来てくれて、即日入院で、そこで点滴つけられました。蹴りが入ったの、蹴りが入ったの、ああ、そっか、お兄様ね、ってことで、なるほど、そういうことがあったんですね。梅田の地下から出られません、助けて、まあ、あそこなぜかね、梅田の地下から出ると、ああ、てか、あそこ確かに出らんねえな。ね、中華まんを何回も見ますよね。まあ、いいとして。はい。あ、スノッピーさんこんばんは。拍手ありがとうございます。ね、そうなのかってことで、いつにやすりかける。痛いからやめなさい。JR 浦安は鳥取屋で。あ、JR 浦安か。あ、浦安駅あるんだ、JR に。へー、知らなかった。メトロの浦安だと今思ってました。はい。僕の患者さんは、僕の携帯に直接電話かけてくる。すごいな。先生勝負してる。うん、番号知らせすぎ。それでも結構大変じゃないですか。ね、ハワイ駅も鳥取、あ、なんかありましたね。ありました。それは、浦安鉄筋家族、なんだ。新宿駅に行くとすぐに出られるけど、すぐ職質されます。ん、どうしてた。ね、だからビッツはビッツだよ。分かったよ。みんな新宿駅でもやったことあります。そうですね。あ、昔ね、昔新宿駅でもやったことあります。私よく行くんですけど、今でも迷いますね。主治医の電話番号、親持ってる。おお、すごい。国会議員は、うんこ、なるほどね。はい。ビツ、いらねえっぽい。こら。新宿は、とんでもカオス。駅の構内図を見るとね、新宿って全然迷いそうにもない駅なんですけど、いざ降りてみると、わけがわからない駅ですよね。非常に新宿は不思議です。はい。警察の刑事からも電話かかります。あ、そうなんですね。すごいなぁ。そこまで教えてんかい。あ、でもね、私にもね、電話かかってきましたよ。何でしたっけ。日野警察署からね、電話来ましたよ。はい。浦安鉄筋家族の国会議員は、うんこをドバッと出している。そうなんだ。拾った。メンタル以外は主治医不在。なるほどね。はい、どうぞと。ね。ということで、はい。もう45分か。なんでね、この、シャープ8000、まあ、その時間帯集中してるっていうのはあるんですけれども、ぜひですね、もっと活用していただきたいなと。で、やっぱりそのどうしてもね、時間帯は集中しちゃうんで、まあ、そこはね、まあ、この時間は多いのかなとは思うんですけれども、その他の時間も十分ね、こう、活用していただいて構わないというのがあるので、本当にね、例えばその病院に行っても、まあ変な話ですけど、ね、無処置のようなね、ものでかかるんだったらね、お金ももったいないですからね、一旦ちょっと相談してみてから行ってもいいんじゃないかなというのはあります。ね。
で、ね、やっぱり、まあね、電話なんでね、限界はあります。もちろんね。限界はあるんですけども、まあ、病院行くべきか行かないべきかのね、こう、判別は、結構、できますんで、ぜひね、もうちょっと活用していただければ、と思います。これ一応ね、この5県での話なんですね。さっき言った北海道、埼玉、富山、岐阜、広島の話なんです。その18時から、どこ行った？ピークタイム、ピークタイム、ピークタイム。はい。ですね、そう、時間帯の集中ね、18時から23時ね。そう。まあ、それ以外の時間もね、普通に運用してますから、しっかり活用していただいてね、まあ、受診するって、まあ、安心はするんですけれども、まあ、特にこの時期、ね、まあ、それから小さなお子さんとかはね、その、検診とか以外で、やっぱり病院に行く回数はね、まあ、なるべくこう減らした方がいいのかなと。検診とか予防接種以外ではね。本当にその、軽症っていうか軽度なものね。まあ、ちょっと判断なかなかつかないと思うので、まあ、軽度なのか、それともこれが何か重症なね、ものの、なんかこう予兆なのかなっていうことに対して、まあ、判断つかないときはね、ぜひ使っていただいた方がね、よろしいかなと思います。で、まあね、今日、予告リンクのね、下の方にですね、ちょっとチラチラっとリンク載せさせていただきましたけどね、森戸先生のね、本もね、結構これ分かりやすいんでね、ぜひですね、これも活用していただけたらなと思いますね。まあ、別に何ももらってませんけどね、本当にね、いいものはいいと思いますんでね、まあ、正直言ってね、医者が書く本っていうのはね、分かりやすい本と分かりにくい本にね、まあ、2つに割れますね。なんていうのかな、文才とか、そういう問題じゃなくて、なんていうのかな、目線の問題だとは思うんですよね、書いてるね。まあね、森戸先生はね、まあ、NICU にいたこともありますしね、今は、まあ、ね、新生児からね、まあ、乳幼児からね、まあ、普通の小児までね、普通のクリニックで診療されてる先生でね、で、まあ、お母さんでもありますからね、やっぱりね、視線がね、こうあれなんですよね、いろいろな意味でね、こう、なんていうのかな、こう、医者であってやっぱりお母さんの視線でね書いてるなっていうのがすごいよくね、出てるので、すごい分かりやすい本だなと思います。ね、そう、才能ですきっぱり、そう思います。いやね、森戸先生はね本当才能ですね。まあ年齢的には一つ下ですけど私の先輩になりますからね。はい。そう、NICU は赤ちゃんの時3ヶ月ちょいお世話になってきたってことでね。そうだね。だいたいそのぐらいが多いかな。3ヶ月とか半年とかね。はい、コテニコインありがとうございます。お二つ。はい。まあでもね、やっぱり、あれよ。いっぱい本書いてる先生っているけども、それが必ずしも、なんていうのかな、医療者には読みやすいけども、その一般の人が読んだときに何言ってか分かんないって本いっぱいありますからね。結構多いからそういう本。ちょっとマニアックな人はこう理解できるけれども、そうじゃない人は何書いてんだか分かんないよってね、のもありますからね。森戸先生とか、あと、まあ、森戸先生と宮原先生で強調された本があるのかな、予防接種の本とかね、あの辺はね、非常にこう、分かりやすいです。ものすごく分かりやすい。まあ、医者の視線ではもちろんあるんですけども、やっぱりそのね、まあ、親御さんの視線でね、やっぱり本を書いているので、非常には、こうね、
スッと入ってきます。非常にいい本だと思いますね。うん、100年後に来るねっておいおいコンティニュー人生したいってなんだそのコンティニュー人生っていうのうん、なんでね、まあそういうのも活用したりとか、まあね、あとその不安になったりとか、まあそういう時はね、そのシャープ8000をね、まあね、確かにその3歳未満の活用すごく多いってことですけれども、まあそのね、うん、あ、そうそう、ナムトル先生の方もいいですね。うん、あの二世学に騙されないために、あれもね、かなりいいですね。はい。最初ペンネームだったのにね、いつの間にかね、本名になってしまったというね、本当にあれもね、ちょっと困ったもんですけどね、まあいきさつがあるんですけどね、あれもね、はい、まあ本当に、あの、なんていうのかな、こう、まあ医者って結構いろいろ本出してるんですけれども、じゃあそれがそのね、一般の方にこう読んだ時にこうスッと入るものかどうかっていうのはこれまた別の話なので、ぜひですね、そういう、こう、なんていうのかな、まあ、重版になるよ、重版になるぐらい、こう売れてるような本というのはやっぱりそれなりにね、意味があったりとかしますし、まあ、まず読みやすいよね。文章のね、こう、ナムトロ先生も、ナトロム先生もそうなんですけども、なんていうのかな、こう、文章自体がね、こう、あんま硬くないのもね。非常にこうね、入りやすい。うん。内海辰俊先生の本はね、あれはね、買っちゃダメだよ、あれね。うん、あれは買っちゃダメなもんだね。あれはね、ダメ。うん。ちなみにね、予防接種否定するような医者って医者じゃないからね。そう、ね。そう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 ね。素人の頭に入る二世医学。うん、そうですね。まあそうですね。船瀬。船瀬とかね。船瀬先生で。あれもダメですね。うつ民教は怖いですね。確かにね。うつ民教怖いですけど、あれですからね。彼はね、議論で勝てない相手とは戦いませんからね。あの辺の人たちは。うん。だから、弁が立つ人間とは絶対やらないんですよね。あれがずるい。奴らはずるい。うん、あ、S 崎ね。はい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 ね。うん、確かにね。ネギトロみたいになってる。うん、まあね、確かにね。うん、そう。まあ、いろいろいますよ。医師名は持ってますけど、こうね、予防接種の否定したり、二世医学をこう、風評したり、まあ、いろんなのがいます。もうどうしようもないのいますんでね、まあ、そういうのはちょっとね、やっぱり、ぜひ、気をつけていただいてというか、まあ、わかんないんだよね、でもね、情弱な人にね、かかるとね、ホメオパシーとかもそうなんですけど、あの辺とかもね、害があって利はないですからね。そう、あの辺りのね、R 学、丸系多い、まあそうですね。まあね、ね、本当ね、まあ内海くんは残念だけどね、本当ね。トイレ流さなければ健康になる二世医学、当たり前やな。ホメパシや、バイオやら、オーソやら、もろもろ調べていくと大体繋がっていきますよね。そう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 。ね、スピ系も嫌ですよね。そう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 。内海さんね、もう終わってるからね。はい。動画でこの間、うつみんと占いセミナーやってた、うつみんは次の日、ケロッと忘れてるか、逃げてるか、説明は無理です。そうだね。セミナーやら、協会やら、NPO 許可どうすんだよ、とね。なんで NPO の許可が、あれを降りるんだかわかんないですよね。私も NPO 作るとき、山ほどね、書類積みましたけどね。なんでそんなね、偽、すごいよな。
当ひどいわあれは。T ウイルス。ああね。T ウイルス。バイオハザードみんなでやろう。いいよみんなでやらなくて、あれ一人でやって怖がるものだからね。T ウイルスか。ね、T ウイルスときたんでね、今度は T 型白血病でもね。今度はやりましょうかね。NGO もあるのが不思議。確かにね。トイレ、強度検査、いろんなもの流す訓練。ダメだよ。トイレに関してはね、はい、だから俺ちょっとうるさいからね。トイレはね、すごい大好きだよ。便器はね。便器の構造とかね、便器の強度とかね、いろんなのちょっと便器に関してこう話し出すとちょっと長くなるからね。悪害でしかない。公安の監視団体にしてやれ。なってんじゃないかな。わかんないですけどね。公安ってそういうの教えてくれませんからね。まあ、構造予期。構造じゃないんだよ。あれ、メーカーによって、いや、いろいろあるんですよ。トイレの便器はね。まあ、大きく違うのはパナソニックかな。ガラス機ね。ガラス製っていうところ、だからあれなんですよ、パナソニックの便器はね、ガラスだから燃えてしまうので、建築基準法ではね、ちゃんと可燃物としてね、扱わなきゃいけないからね、設置にね、審査がいるんだよ。便秘ででっかいうんこ流されるのすごい、まあね、そうね、消えちゃうんだ、すごそうよ。だってガラスだもん。ガラスだから溶けちゃう。パナソニックの便器はね。だその代わり汚れがつきにくかったりとか、まあ強度がすごい強いからね。汚れのつきにくさとか、あと音ね。水を流した時の音の静寂性がすごくいいんです。それはありますね。はい。まあそんな話はどうでもいいんで、57分になっちゃう。便器の話どうでもいいっちゅう。はい。57分。もうこんそんなこと言わないでね。はい。ってことで、ね、まあ今日はシャープ8000の話でしたけども、まあね、もうちょっと活用してもいいですよっていうね、話です。まあちょっとね、これ、データがね、5道府県しかないんですけども、まあ、とはいうものの、やはりピークタイム以外はね、余裕があるということと、あと地域によってはですね、ちょっとこう、ね、使われてないのかなっていうところがあるので、ぜひですね、活用していただいた方がいいかなと思います。はい。うちの三男うんこ、すごい。あ、そう。一緒に、そう。あ、はい。お疲れ様でした。ね、うちの三男、うんこすごいの。すごいでかいので驚いたことある。そうほうほうほう。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい。まあ、まあちょっとね、後でマップ開いていただくと、わかるんですが、本当にこれ全国でなんで24時間やらないかって、理由、わかる気がするんですよ。っていうのはこれね、時間帯別問い合わせを見るとね、深夜に問い合わせって、これね、季節的なものもあるのかな、あと地域柄的なものもあるんですよね。だからまあちょっとこの辺もな、見直した方がいいのかなって思うんですね。だから別に神奈川とか岩手、それから秋田、山形、高知県が24時間対応してないのは、これは多分需要の問題を考えてるのかなと思いますよね。と思います。はい。ということでね、ぜひ使っていただいてね、24時間、運用がね、成り立つようにしていただければなとは思いますね。病院もね、そうすると温存できますからね、医療資源もね。はい。ということで、本日もね、ご視聴いただきましてありがとうございました。あ、もうお寿司食うということでね、ありがとうございます。はい、召し上がってください。はい。 YouTube でご視聴の方は、チャンネル登録もできましたらぜひよろしくお願いいたします。はい。では、お疲れ様でした。はい。あ、キャス君ありがとうございます。はい。おやすみなさい。はい。あ、はい、キャスカリー。